はい、はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、無料エピックガチャ当たり選手ランキング、やっていきたいと思います。いや、皆さん来ましたね。コナミさんからのいきなりのサプライズということで、いや、ガチャの方見ましたでしょうか？こちらね、映っていますけれども、はい、ドンということで、なんとですね、まあ、いろんなガチャ来たんですけれども、一番話題になってるのはこれなんじゃないかなと思います。エピックワールドワイドということで、なんと全員ね、エピック1回無料で引けるガチャの方来ましたってことで、これめちゃくちゃ熱いですよね。メンバーこんな感じになっております。はい、16名ということで、まあ結構悪くないんじゃないかなと思います。まあ正直ね、半分ぐらい、まあ半分以下くらいかな、3分の1ぐらいがガチ世界に入ってくるっていうところですね。これは結構運試しっていうかね、気がいい人と悪い人の差が出てくるんじゃないかなと思います。でもカシーダスとログバとかね、このデニスローとか、いや、これデニューソンとかも強いですし、結構面積には悪くないんじゃないかなと思います。これ無料で配布してくるのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、特に無課金とか微課金の方からすると、これはめちゃくちゃ熱い感じになっているんじゃないかなと思います。僕ね、ほとんどの選手も獲得して使っているんで、まあ、ちょっと今日はね、育成も含めて、ランキングベスト5と強い育成の解説していければなと思いますね。ってことで、今回はこちらエピック会社の16名の中から当たり選手ランキングベスト5やっていきたいと思います。はい、ってことで、まず5位はこちら、ドログバですね。5位に選ばせていただきました。今回、ドログバ無料で獲得できますということで、これ結構ね、嬉しい方多いんじゃないかなと思います。まあ、正直、ドログバに関しては結構ね、まあ、プレイヤーによって好みが分かれるタイプかなと思います。まあ、正直言うと、僕はね、あんまりドログバみたいな重い選手はね、得意じゃないんですけれども、こういうのが好きな方もいると思うので、まあ、そういった方にとってはね、このラインブレイカーで結構重めでボールを収めてくれて、まあ、競り合いとかも強いようなね、こういうタイプのドログバかなり、まあ、好きな方からするとね、当たりになってくるんじゃないかなと思います。5位に選ばせていただきました。ラインブレーカーで29レーンまで上がりますね。できるポジションが CF のみということで、一応 ST がね、適正薄めになっております。ノロクシーこんな感じですね。育成もこんな感じでやってみました。まあ一応これからチームスターレベルっていうのはね、関係なくなってくるみたいなんですけれども、まあ今の時はね、アップで来るまではまあ関係あるんで、こう見ていきたいと思います。チームスターレベル100にすると、はい、こんな感じということで、まあ育成もね、エアバトルとか中心に育成したんですけれども、まあ最低限ドリブルのログスがスピードを上げたかなっていう感じですね。やっぱりドログバの良さはこの決定力と、このフィジカルと、まあ、このオフェンスセンスところになってくるんじゃないかなと思います。やっぱり動き出しが良くてフィジカルもあるんで、まあ、クロスとかね、セレも強いですということで、まあ、サイドから攻めるかとかかなり良さそうですよね。ドリブルのログ値も一応最低限まで上げて、ボルコン84、ドリブル77、ボールキープが83と、でスピードが82、瞬発が74ということで、まあ、ボディコンが63なんで、まあ、やっぱりどうしても使用感は重いよなっていう感じですね。なんでまあドリブルでコネコネするっていうのはね、厳しくなってくるんじゃないかなと思います。で、好きで見ていくとこんな感じですね。キャプテンシー、闘争心、ワンタッチを減ったミドルシュート、マリシャ、ワンタッチパス、ラボーナ、シザス、エアバトルということで、まあ、ヘッダーとかエアバトルとかね、ワンタッチと思ってるんで、まあ、やっぱりボックス内だったりとかね、クロスからの、まあ、活躍はね、かなり期待できる選手になっているんじゃないかなと思います。まあ、本当好み分かれるタイプの選手ですよね。まあ、でもラインブレーカーなんで、一応裏投げとかはしてくれると思いますし、スピードもまあ超遅いわけじゃないんで、まあ、ゴリゴリフィジカルでは勝ってくれよねところで、ボールに関しては収まってくるんじゃないかなと思います。まあ、最初にも話した通り、好みがね、こういうドログバみたいなタイプは分かると思うんですけれども、まあ、こういう選手がね、好きな方からすると、ツートップの片方とか使ってくれるとめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってますね。これ無料で獲得できるのは熱いんじゃないかなと思います。てことで5位はドログバでした。続いて4位見ていきます。はい、てことで4位はこちら、ルイス・フィーゴですね。4位に選ばせていただきました。フィーゴはマジでめちゃくちゃ優秀なんで、これはね、大技になってくるんじゃないかなと思います。この選手僕もね、もちろん持っているんですけれども、かなり使用感いいですからね、見ていきたいと思います。ウィングストライカーでレベルが29レーンまで上がりますね。できるポジションもこんだけ多いということで、両ウィング、両ハーフ、そして ST、OMF までできますということで、まあ、この C 環境で B 固定でこんだけできるポジションが多いって言ってね、価値あるんじゃないかなと思ってます。で、能力値もこんな感じで、これかなり強くないですか？これチーム戦乗っかってくると、はい、こんな感じということで、いや、これめちゃくちゃ緑多いですよね。ドリブル、ボールコン、そして瞬発が90乗っかっていって、瞬発、ドリブルに関しては94まで上がりますからね。で、パスも上手くて、決定力も80乗っかっていて、意外とフィジカルもあって、ボディコンも82まであってってことで、いや、これは本当にサイドを使ったフォーメーションを使用している方はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。これは間違いなく大当たり枠ですね。で、スキル見ていくとこんな感じです。ワンタッチとコンカルールと思ってますね。で、ワンタッチパスを持っていて、あとスピンキック、シザース、アシューラ、ブラックスピン、ロブということで、まあ、唯一ね、ダブルタッチを持ってないっていうのはね、このサイドの選手にしては残念なポイントではあるんですけれども、まあ、スキル追加でダブルタッチとか余った方はね、つけてあげてもいいんじゃないかなと思います。
ます。ただそれ以外本当に言うことがないですよね。スキルもこれ、習得のスキルを持ってますし、ワンパーアウトスピンキック、ピンポイントクロスを持ってますし、本当にこれどっちのサイドでも使えて完璧な選手なんじゃないかなと思います。いや、このエピックをね、無料で獲得できるっていうのはね、これ本当無課金、未課金の方からすると、めちゃくちゃこれはありがたいですし、かなり強いですからね。個人的にもめちゃくちゃおすすめですね。ってことで4位がルイス・フィーゴでした。続いて3位見ていきます。はい、てことで3位はこちら、ペトルチェフですね。3位に選ばせていただきました。いや、チェフはね、僕ね、結構、使っていて、この選手はね、かなり強いと思ってるんで、僕、チェフ獲得できるのはめちゃくちゃいいっていうかね、これ嬉しいんじゃないかなと思ってるんですけども、皆さんいかがですかね。まあ、キーパーともう一人カシジャスが入っていたかなって思うんですけども、僕はね、カシジャスよりもチェフの方がね、当たりなんじゃないかなと思ってます。まずね、守備的ゴールキーパーで身長196センチということで、やっぱりこの身長が特徴的ですよね。196センチってことで、キーパーやっぱり身長重要かなって思ってるんで、ここもいいポイントかなと思ってます。あと僕は守備的ゴールキーパー派なんで、ここも嬉しいポイントですね。でポジションもちろんキーパーのみということで、育成こんな感じでやっていましたね。エアバトルに GK1、GK2、GK3 全部10振りということで、まあ、割とバランスよく振って余った2をエアバトルに振ってみたっていう感じなんですけれども、まあ、チェフはね、GK センスがもともと高いんで、ここもいいポイントですね。僕はね、結構 GK センスも重要かなっていうの思ってるんで、92まであるっていうのはでかいんじゃないかなと思ってます。で、これチーム差乗っかってくるとこんな感じってことで、まあ、90以上のこの項目っていうのがね、この GK センスコラボシティング、ディフレクティングということで、3つも乗ってくるっていうのはね、現環境のキーパーの中でも、まあ、かなり上位の方に入ってくるんじゃないかなと思ってますね。で、スキル見ていくとこんな感じですね。キャプテンシー、GK ロングスロー、PK ストッパー、低弾道パントキックということで、まあ、スキルに関しても普通に優秀ですね。まあ、正直ね、こんだけ能力が高くて、このキーパーで B コーテってだけで、これやっぱり大きいと思うんですよね。まあ、ベンチワークが増加されたって言いますけれども、やっぱりキーパーをね、一枚ベンチに置くのは若干もったいないなって気もする方多いと思うんで、まあ、その中でこの B コーテで絶対にね、不調にならないキーパーがいるっていうのはね、かなり大きいんじゃないかなと思います。しかも普通に身長も高くて、こんだけ能力値も高いですからね。しかもね、僕は個人的に守備でゴールキーパー好きなんで、まあ、これは間違いなく大当たりなんじゃないかなと思いますね。僕はね、確か覚えてるんですけれども、イフットボール初期の頃にね、カーンからチェフに乗り換えて、チェフかなり活躍してくれてずっと使っていたんで、そういった意味でもね、個人的にもお勧めできる選手かなと思ってますね。ぜひ新たな使ってみてください。ということで3位がペトルチェフでした。続いて2位見ていきます。はい、てことで2位はこちら、ドナドーニですね。2位に選ばせていただきました。まさかのエピックドナドーニが無料で登場ということで、これはね、欲しい方かなり多いんじゃないかなと思います。いや、ドナドーニがですね、ウイングストライカーでレベルが31まで上がるんですけれども、ポジションを見ていくとこんな感じということで、まあ、フィーゴと正直被ってるんですよね。両ウイングができて、両ハーフができて、OMF ができますということで、まあ、ポジションもかなり被っているんですけれども、僕的にはね、個人的にはドナドーニの方が、おすすめしたいなっていう感じではありますね。まあ、両者ね、いいポイント、悪いポイントっていうか、どちらも上下あるんですけれども、僕的にはドナドーニかなと思っております。能力値こんな感じでね、育成もこんな感じでしております。これチーム差乗っかってくると、はい、こんな感じで、ドリブルと瞬発が90以上乗っかってきますね。で、瞬発が95までいきますということで、これもいいポイントですよね。で、まあ、このスキルっていうところで、このダブルタッチ持ちですよね。ここはやっぱりめちゃくちゃ大きいんじゃないかなと思います。やっぱりこの両サイドできる選手で、ダブルタッチ持ってるか持ってないかって、かなりこう大きく変わってくるかなって思うんで、まずここ最初からスキル追加なしで持ってるっていうのがいいポイントですね。で、それ以外もかなり優秀です。根幹を持っていて、ミドルシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキック、ピンポイントクロス、足裏スルーパスということで、一応ね、エラシコつけてあげれば特殊ダメージすることもできますし、アウトスピン、ピンポイントクロス、スルーパス、そしてワンタッチパス。いや、これスキルめちゃくちゃ優秀ですよね。まあ、このロックスでこんだけのスキル持っていて、こんだけのポジション適性があるということで、まあ、これ弱いわけないんじゃないかなと思います。まあ、プレイスタイルもウィング揃いかって感じで、ここに関してもいいですよね。まあ、上位勢の方でもね、このドナドーニ使ってる方結構多いですし、まあ、フィーゴの時も話しましたけれども、やっぱりこう433とか442とかね、こうサイドを使ったフォーメーションを使っている方は、間違いなくこのドナドーニね、この C 環境でも活躍してくれるんじゃないかなと思ってますね。しかも両足もね、かなり高い精度で使えるっていうのもいいポイントかなと思います。抵抗トレーニングがドナドーニでした。続いて1位見ていきます。はい、てことで1位はこちら、デニス・ローですね。1位に選ばせていただきました。マンチェスター・ユナイテッドからね、登場ということで、いや、デニス・ロー無料で来るんだって感じですよね。これはね、かなり強いですし、結構一時期話題にもなりましたよね。いや、デニス・ロー、これ無料マジでめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思います。ライブレで31連まで上がりますということで、できるポジションが CS と ST ということで、結構デニス・ローはね、スパサブつけても強いとかって言われていますし、まあ、使ってる方も非常に多い
多いですよね。能力値見ていくとこんな感じってことで、デニスとオフェンスめちゃくちゃ高いですね。96まで上がりますということで、まあ、育成こんな感じやっていましたね。瞬発とジャンプも90までいきますということで、意外とね、セラーとかも強いのもポイントかなと思ってます。ヘディングとかね、ジャンプの、能力値もかなり高めになってますよね。パスはあんまりうまくないんですけれども、瞬発も91までありますし、決定力も83までありますし、これチームスタイル乗っかってくると、はい、こんな感じということで、いや、これめちゃくちゃ強いですよね。この選手無料でもらえるの、これはめちゃくちゃ激アツですね。で、デニスはね、スキルも超優秀なんですよね。CF として本当に完成されているスキルだと思います。アクロバティックシュート、キャプテンシー、ワンタッチシュート、ヘッダーヒルトリック、ミドルシュート、ワンタッチパス、ライジングシュート、アシュラスルーパスということで、まあ、ダブルタッチこの選手もつけてあげたいなところであるんですけれども、やっぱりセンターフォワードとして、こんだけのスキル、シュート系のスキルを持ってるのはかなり熱いと思いますね。そして、シュート系のスキルを持ってるんですけれども、ワンパス、スルーパスを持ってるんで、チャンスメイクもできちゃいますということで、まあ、スキル本当に申し分ないですよね。で、この能力値でこんだけね、結構使用感もいいですし、オフェ性も瞬発も高いということで、本当 CF としてはね、最強クラスなんじゃないかなと思います。この CF ね、無料で獲得できるっていうかね、これ獲得した方は間違いなく大当たり、めちゃくちゃ運いいと思いますね。まあ、間違いなくね、今回のこのエピック無料ガチャでダントツで僕は一番の大当たりはこのデニスローなんじゃないかなと思います。使用感もめちゃくちゃいいんでね、ぜひ皆さんこの選手はね、頑張って狙って獲得していただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで1位がデニスローでした。はい、ということで今回はエピック無料ガチャ当たり選手ランキングベスト5ということでやっていたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ今回ねベスト5でご紹介したんですけれども、それ以外にもねベルカンプとか、まああとは普通にカシアスも強いですし、まあスコールズとかね、あとはベベとデニンソンとかね、結構優秀な選手も多いんで、まあ全員無料で引けるんでね、この半分ぐらい、3分の1ぐらいの当たりの中からで皆さん頑張って運試して引いていただけるといいんじゃないかなと思いますね。よかったらコメント欄で誰が当たったか教えてください。はい、こんな感じでギフトボルトを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。